んばんは、ただいま、おやじさんです。仕事が終わって、1時間ほど残業して、スーパーに寄って帰ってきました。スーパー寄っちゃうとね、ちょっと買っちゃうと思ったんですけど、ちょっとね、お菓子コーナー、いろいろ半額コーナーがあるんですね。見切り品とかで、チルド系の半額コーナーとか、あとはお惣菜でしょ、パンでしょ、お菓子とかそういう系の、なんつうのかな、お菓子とかカップラーメンとかお茶っ葉とかそういう系のやつとかね、何か所か半額コーナーあるんですけど、なるべくね、惣菜はちょっと今日はやめて、でお菓子とかだけ買おうかなと思ってお店に行きました。時間もね、残業が1時間ぐらいだったんで、多分割引してあっても 30% ぐらいかなと思ってたんですけども、私が行くとね、半額祭りが開催されてしまいました。ってことで、ちょっと買ってきちゃったんで、いろいろね買ってきたんですけど、ちょっとまた紹介したいと思います。自分的にはね、テンション高くね、大満足で買ってますし、別にそんなに大金を使ってるわけでないんで、そこまでね、ってことではないんですけども、でも楽しく買ったんで良かったです。何を買ったかちょっと紹介していきたいと思います。まずこちらね、デザート何にしようかなと思ってね、以前買って、そこそこ美味しかったんですけど、真面目プリン。ちょっと隠れちゃってるんですけど、真面目プリン半額50円だったんで、これデザートに買ってきました。そしてね、お菓子のね、ベビースタードデカイラーメン。こちらがね、いきなりステーキさんの、いきなりステーキ味とわさびビーフ味っていうのがあって、最初だったんで、こちらが半額49円だったんで買ってきました。消費税つくと53円ぐらいになるのかな。で、そのつながりで、カルビーのね、ポテトチップス、海苔塩。これはね、3つありました。海苔塩が。安いと税込み62円ぐらいでいつも買ってくるんですけど、1個だけ買っときました、一応。そして、以前も買ったんですけど、ポテロングのミニですね。こちらが5袋入りかな。これが119円だったんで買ってきました。いいかな、どっちでもいいかなと思ったんですけど、たまに食べたくなるポテロングなんでね。でもこれ賞味期限が12月27日だから、そんなにないんですね。ちょこちょこ食べていきたいと思ってます。そして、カップ焼きそば。日清の焼きそばね、半額75円。多分この日清の焼きそばだと、セールでやってれば多分98円とか、そのぐらいにはね、なってくると思うんですけど、75円なら、でも75円から消費税か、80円ぐらいかな、80円ちょいぐらいか、このぐらいならいいかなと思ってね、買ってみました。あまりね、日清焼きそば買うことがないんで、こういう機会じゃないと買わないんでね、ちょっと買ってみました。後日ね、ちょっと食べたいなと思っております。そしてね、こちら珍しかったんですけど、もちもちのうまさ、生パスタの食感、リングイーネ、作兵パスタっていうか、うどん屋さんのパスタってことで、300g 89円ですね。税込み7円ぐらいだと、96円ぐらいか、100円ぐらいなんだね。30個ぐらい余ってたんですね。これ半額で出てまして。だからひょっとして売れてないからそのぐらい出てたのかもしれないんですけども、リングイーネ。リングイーネ。こちらのパスタは食べたことなかったんでね、どんな感じなのかなっていうのと、あとはやっぱりこの、うどん屋さんのパスタってことでね、ちょっとこれも気になったんでね、買ってみました。いろいろね、パスタあるとね、美味しいんで食べちゃうんで買ってみました。でね、パン屋さんも半額だったんで買ってきました。グラコロなんですけど、グラタンコロッケパン。ここはね、全部パンがね、108円なんですね。それが半額コーナーやってたんで買ってきました。で、これ普通のカレーパン2個、2個しかなかったんで2個買ってきました。で、ホイップ、揚げパンクリームだったかな。こんなの私大好きなんですよね。なんでこれ買ってきました。お仕事でお昼なんかはね、パン1個ぐらい食べるんですね。
パンかおにぎりなんですけど、まあ、おにぎり作っていく時もありますし、お米炊いてなかったりなんかするとパンをね、コンビニとかで買ったりするんですけど、まあ、パンなんか買っちゃうと1個、まあ、100円から150円とかするんでね、まあ、これなら1個あたり50円なんで、パンはね、冷凍してたのをテレビで見たんで、パン冷凍しとけばいいかなと思ってね、4日分。でもね、カレーパン1個食べちゃうかな。あ、でもこれが気になるのよ。グラタンコロッケパン。これはね、冷凍にチンじゃないわ。冷凍して、これはね、今日は食べないかな。今日ちょっとお惣菜より食べない。明日ぐらいちょっと食べたいなと思っております。そしてお惣菜コーナーね、特にね、目新しいものないんですけど、私大好きなね、お稲荷さん、これが5個入り125円だったんで買ってきました。5個で125円ならいいよね。今日はね、お米も炊いてないんでね、いいかなと思って、ご飯系の代わりにね。そして私大好き、かぼちゃ天2つで78円ですね。かぼちゃ天、ほんとね、かぼちゃの煮物とかはそんな食べないんですけど、かぼちゃ天もすっごい大好きです。そしてね、こちらがね、エビのベシャメルコロッケですね。2個入って78円。ここのね、クリームコロッケ美味しいんでね、すごい。ちょっとチンするとね、とろけ出してきてね、とっても美味しいんで、カニはなかったのかな？エビのね、3個入りと2個入りがあって、2個入りの方法を買ってきました。で、これもね、ちょくちょく出るんですけど、チキンのね、桃照り焼き、半額125円でだったんで買ってきました。これはね、ちょっとね、マヨネーズ垂らしたりなんかするとね、とっても美味しいんで買ってきました。こんなのでね、晩ご飯に今日はしたいと思っております。ってことで、なんだかんだでね、1000円ぐらいちょっと使っちゃいましたけど、大満足です。まあ、1日で食べるわけじゃなく、さっき言ったようにね、冷凍して、後日会社に持ってったりとかもするんで、まあ、特には問題ないかなという感じでありますね。はい、ってことでね、ご視聴の方ありがとうございました。もうね、お腹ペコペコペコリンなんでね、ご飯この後作ってチンして食べたいと思います。それではまた。バイチャーン。